3人目は57キロ級です。あのバルセロナオリンピックでもメダルを取ったタテノ、そしてブラジルはザングランドです。タテノ選手は去年の世界選手権にも出場しましたし、本当にこう息の長いベテランという感じになってきましたね。そうですね、まあ、立っても寝てもあの力がありますので、あの団体戦などでは非常にこう安心して任せられる選手の一人ですね、はい、現在日本がブラジルを相手に2対0とリードを奪っています。ご覧の左の組手からブルーの柔道着を着たタテノ、背負い投げが得意です。こうやって技が出ないとすぐ審判が止めて、指導そして注意警告というふうになっていきますが、まずザングランドに指導です。日本の場合にはですね、あの今のような状態では両者に指導というあのパターンが多いんですけれども、外国の場合にはどちらか一方に、あの指導がいくケースが増えてます、はい、したがって先手必勝、本当に攻めていかなくてはいけません。そうですね、まもなく1分が経過します。女子は試合時間は4分です。バルセロナオリンピックの銅メダル、そしてハミルトンの世界柔道で銀メダル、そして去年もですね活躍しました立野選手です。今のところ指導のポイントで立野がリードを奪っています。立野選手はあの昨年の世界選手権以降ですね、はい、あの国内の大会はあの出場しておりましたけれども、あの国際大会は久しぶりですので、ちょっとこう勘が戻ってないところがあるかもしれないですね。なるほど、やはりあの日本選手と外国選手懐の深さですとか、ちょっとこうあの小外ですね、小外がいい、はい、効果になりました。あ、取り消されましたね、取り消されましたね。今画面足が映っている主審の他に、柔道を試合場の対角線に副審2人が座って、まあ、その判定に異議を申し立てることができます、まあ、多数決によってね、そうですね、判定が変わっていくことがあります。今は効果が取り消しになっています。まあ、団体戦の場合にはですね、はい、あのもちろんポイントを取って勝つことは最も大事なんですけれども、はい、それとあの取られるということはもっとあの困るんですね。1ポイント取られると2ポイント取り返さなきゃいけないですから、はい、まあ、このあたりが非常にこう選手としても慎重にいく場面と思い切って攻めなきゃいけない場面と自分の役割っていうのをあのしっかりこう把握してあの置くことが大事ですね、はい、ですから、まあこの試合を見てましても立野選手とすれば まあ、あまり無理をしないで、うん、あの確実に勝ちに行こうというところが見えますね。得意の寝技ですね。得意です。下になってから上になるのが非常にうまい選手です。さあこれで相手をコントロールすると抑え込みになりますが、滑りやすいんですね。そうですね、まあ、7人と7人で対戦する団体戦ですから、まあ、4人が勝ってしまえばそれでもうおしまいということになりますが、そうは簡単にいかないんですよね。そして一本勝ち、技あり勝ち、そして有効勝ち、効果、まあ、それぞれ内容によってそのポイントが決まっていきますので、同じ1対1、2対2でもその優劣の差がついていきます。そうですね、でまたあの日本では体重別の団体戦よりも体重無差別の団体戦があのおなじみかと思うんですけれども、はい、その場合には、例えば3対3になって内容も同じだった場合には、はい、代表戦になりますね。あ、そうですね、はい、ところがこの体重別の団体戦の場合には引き分けだった選手がもう一度対戦することになるんです。そうなんですか、はい、ですからもし7人が引き分けて、はい、
0対0で終わった場合には7人やり直すんです。はあ、まあ、ただ今回はあの、まあ、残念ながらというかあの幸いにもというかあの内容も全く同じということはなかったです。さあブラジル相手に日本、田村永井と一本勝ちして2対0とリードを奪っています。立野も残り試合時間30秒を切ったところです。現在指導のポイント立野がリード。ポイント大差、あ、内股ダメです。リードはわずかなんですが試合を押してますよね。そうですね、終始安定したあの試合運びですね。もう時間がほとんどありません。ここでブザーです。日本立野、指導が相手に与えられたそのポイントで勝ちました。効果のポイント1つで上回っています。これで日本は3人戦って3連勝です。田村永井が一本勝ち、そして立野が効果のポイントで勝っています。これは最後に内股を見せたところですね。